ついにあのシリーズから誕生しました。こんにちは、アラサー夫婦です。今回は eMaxi Slim 全米株式新登場というテーマでお伝えしていきます。8月30日三菱 UFJ 国際投信から eMaxi Slim 全米株式の設定について発表がありました。あの人気の eMaxi Slim シリーズに全米株式が新登場します。これまで S&P500 や全世界株はあったのに、なんで全米株式だけないんやろって疑問に思ってたところ、嬉しい発表となりました。全米株式といえばこの人、厚切りジェイソンさんですね。著書お金の増やし方では、全米株式 VTI を長期積み立て投資すれば OK とズバッと書かれています。実際私たちもこれまで VTI に投資をしてきました。運用実績も公開しています。動画のトピックスは eMaxi Slim 全米株式とは、他の全米株式との比較、コストやパフォーマンス、注意点など見ていきます。そして最後にはアラサー夫婦の投資方針も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。ついにアラサー夫婦の書籍が出版されました。すでにたくさんの方に読んでいただき、感想やコメントありがとうございます。普段 YouTube では発信していない資産形成の内容もあるので、ぜひ読んでみてください。レビュー特典もご用意しているので、詳細は概要欄からチェックしてください。では本題に行きましょう。まずそもそも全米株式って何？っていう方もいらっしゃると思います。全米株式は一言で言うと、米国企業のほぼ全てに投資ができる商品です。米国丸々約3000社に分散投資ができます。人気の S&P500 は有料大型株500社で構成されていますが、これも全米株式に含まれています。加えて全米株式は大型株だけではなく中小型株も含んでいる。これが最大の特徴ですね。今回発表された eMaxi Slim 全米株式は2023年9月15日に設定されます。新NISA の成長投資枠の対象予定です。積み立て投資枠に関しては、もしかすると対象外の可能性もなきにしもあらずです。というのも、この eMaxi Slim 全米株式の指数が積み立て NISA の対象指数に入っていないんですよね。ただ、さすがに積み立て投資枠に入らないっていうことはない気もするので、今後の発表に注目ですね。販売会社は SBI 証券、楽天証券、マネックス証券の3社です。マネックス証券のみ9月22日からになります。連動する指数は MSCI USA インベスタブルマーケット指数です。米国株式市場の時価総額 99% をカバーするように設計された、大型株、中型株、小型株を対象とする時価総額加重型の株価指数です。この指数、実はこれまであった楽天全米株式や SBIV 全米株式と異なる指数なんです。この指数のサイトを見てみると、組入れ銘柄数に関して現在2470銘柄でした。楽天や SBI は CRSP US トータルマーケットインデックスという指数に連動していて、米国の3800社ほどが組入れられています。このように同じ全米株式といっても指数が異なっていて、 eMaxi Slim の方が組入れ銘柄数は若干少ないです。これが一つ特徴ですね。全米株の2つの指数と S&P500 指数、これらを比較してみても、パフォーマンスの差に関しては、ほぼほぼないといった感じですね。強いて言うなら、この期間の中では S&P500 の方が若干リスクも低くてパフォーマンスも高かったっていう結果ですね。ただほとんど差はないです。皆さんが気になるのは信託報酬ですよね。信託報酬は年率 0.09372% です。これは eMaxi Slim 米国株式 S&P500 と同じですね。楽天全米株式は 0.162%、SBIV 全米株式は 0.0938% なので、 SBI よりわずかに安いです。さすが業界最安を目指すシリーズだけありますね。加えて eMaxi Slim シリーズは受益者還元信託報酬率を採用しています。
これは純資産総額に応じて信託報酬が安くなる仕組みです。純資産総額が2500億円以上になれば 0.09361%、 5000億円以上は 0.09350% とわずかではありますが安くなっていきます。これは投資家からすると嬉しいですよね。信託報酬だけ見ると eMAXIS SLIM が安いですが、投資信託には隠れコストがあります。隠れコストとは、1年間運用してみないとどれぐらいかかるかわからない諸費用などを含めたコストのことです。楽天と SBI を比較してみても、隠れコスト含めても SBI の方が安くなっているのがわかります。このように隠れコストを含めた実質コストで、本当に投資信託のコストが安くなっているのか、これを見ていく必要がありますね。ちなみに世間では全然騒がれていませんが、PayPay 証券のみで売買できる全米株式の投資信託があります。その名も PayPay 投資信託インデックスアメリカ株式という商品です。なんだか言いにくいですね。これは楽天や SBI と同じ VTI に投資する商品で、2023年3月に設定されています。コストは 0.0806%、 実は現状の信託報酬最安ファンドなんです。まだできたばかりで隠れコストは分かりません。なのでこの PayPay の投資信託の実質コストを見て、 eMAXIS SLIM もさらなる引き下げ、これあるかもしれませんね。ここでちょっとした補足を2つ紹介しておきます。1つ目は運用方式が異なることです。楽天や SBI は VTI という米国 ETF に投資をして CRSP の指数に連動する投資成果を目指す、こんな運用方式です。このような投資方法をファンドオブファンズ方式と言います。一方 eMAXIS SLIM は個人投資家がベビーファンドに投資をして、その資金をマザーファンドで集めて指数に連動するように運用します。これをファミリーファンド方式と言います。こういうちょっとした違いがあることは押さえておきましょう。一般的にはファンドオブファンズは投資信託や ETF を介するのでコストが高くなりやすいと言われています。ファミリーファンド方式の方が安くなりやすい傾向があるんです。ただ他の eMAXIS SLIM シリーズなどの運用報告書を見ていると、意外とそんなに差はない感じはしますね。補足の2つ目は、投信マイレージです。投信マイレージとは、SBI 証券のサービスです。投資信託を保有していると、ポイントがもらえるサービスのことです。似たようなサービスが楽天証券にもあったんですが、事実上の廃止と言わざるを得ないぐらいの解約となっています。でこの投信マイレージは投資信託ごとにポイント還元率が異なるんです。例えば SBIV 全米株式は 0.022% です。一方 eMAXIS SLIM 米国株式は 0.0326% なんです。おそらく eMAXIS SLIM 全米株式も信託報酬が同じ米国株式と同じぐらいの還元率になると予想されます。なのでポイント還元的には eMAXIS SLIM の方がお得なんですよね。これいつも思うんですけど、なんで SBI の方をポイント還元高くしないのか不思議で仕方がないんですけどね。誰か知っている方いたら教えてください。まだ正式に発表はされていないので確定ではありませんが、 SBI 証券ユーザーの方はこの点も押さえておきましょう。では最後にアラサー夫婦の投資方針をご紹介します。これまで VTI へはすべて特定口座で運用してきました。もともと楽天 VTI に投資をしていて、途中で SBIV 全米株式が誕生してから SBI をメインに投資をしています。ここで悩むのが SBIV 全米株式から eMAXIS SLIM 全米株式に変更するのかどうかですね。これアラサー夫婦の結論としては、もうどっちでもいいかなと思っています。ここまで解説してきてどっちでもええんかいって思われそうですが、もうここまで来たら好みになりますよね。
個人的にはヴァンガード社の VTI を結構信頼していて、まあ、ヴァンガード社が好きっていうのもあるので、まあ、SBI の方が好みではあります、まあ、より広く分散もされていますしね。まあただしですね、楽天証券ユーザーは eMAXIS Slim 全米株式がおすすめですね。ずっと楽天証券使っていて楽天 VTI しかなかったから投資していたっていう方にはいいですよね。楽天 VTI と eMAXIS Slim 全米株式とは信託報酬が 0.068% も差があるので、まあこだわりがなければ eMAXIS Slim でいいんじゃないかなと思います。SBIV 全米株式が SBI 証券でしか取り扱いがなくて、ずっと楽天証券で楽天 VTI に我慢して投資していたっていう方は、まあ、eMAXIS Slim いいと思います。ちなみに、アラサー夫婦、新NISAでは全世界株に投資をする予定です。先日、新NISA戦略の動画をアップしましたが、積み立て投資枠では全世界株に投資予定です。なので全米株式への積み立て投資は年内で一旦終了する予定です。ただしですね、まあ、新NISAになっても全米株式に投資を続けていきたいっていう方にはこの eMAXIS Slim シリーズは、まあ、有力候補になりますね。個人的には米国株に投資するなら、まあ、S&P500 よりも全米株式の方が好きなので、まあ、米国株に投資したい方は eMAXIS Slim 全米株式ぜひ検討してみてください。最後に、今なら本物の分散投資が無料で学べます。実は株式だけで20銘柄や1000銘柄、これ分散してもリスクはほとんど変わらないんです。どれだけ株式で分散していても市場リスクが残るからですね。この市場リスクがあるから暴落時にはどの銘柄も急落してしまいます。ここで重要なのが資産分散です。株式以外の資産に分散することでリスクを抑えるだけではなくパフォーマンスを上げることも可能です。無料動画内では理想の資産配分の一例を教えてもらえます。メールアドレスの登録だけで簡単に見れますので、ぜひ無料期間の間に見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。